はい、どうも皆様こんにちは。おほほ、あそこくんお使いをしてくれる君にこれをお渡しします。傷薬をもらった。2人しかいませんから、ちょっとのことでてんてこまい。あー忙しいです。ポケモンクリスタルバージョンやってきます。僕が有名なうつりポケモン研究所。なんだよ、人のことジロジロ見てんなよ。痛い。うわぁ、じゃあ下から29番ドールとかニュって出てきたっけ。アニマニワーには持たせる。木の実持ってんねん、最初。まあ、どうせ木の実なんか、使わずじまいでずっと置いてあるやろうから。草むらにはポケモンが潜んでる。いつ飛び出すかわからないね。うわぁ、懐かしい。おっと、めっちゃ懐かしい。おたち。しかもアニメーション3年ぞ。最高やな。いけ、バグ。アニメーションが豊かになったおかげで、ちょっと時間かかるな、これ。もうボタンカチカチするよ。カチ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 。オッケー。バグ抜き検知が入った。いやでもこれでさ、メタモンさえ捕まえればさ、ワニの子量産できるやん。かわいいよ、たち。ケーバグ。痛い。もう俺の動画はもう、早速バグから始まってしまったわけだよ。よし。びっくりするよ、マジで。よう、お前のポケモン元気？ポケモンが弱ってきて戦わせたくないときは、なるべく草むらを避けて歩いた方がいいよ。ありがとう。なんかここなかったっけ？この木はなんだか切れそうだ。いや、いっきりを覚えないと、進める。何だっけ、今の目標ってあれ、大木戸博士に会うことがまず第一目標やんな。めっちゃオタチ出るね。アニメーションかわいい。金銀版にはなかった。俺金銀、金と銀は、金銀じゃない、銀やったのが、うん、銀やったことはあるけど、クリスタルは初めてやな。まずい。木の実を食べて回復。でもこれ多分収録日変えても多分木の実が回復しゃあへんねんな。レトロフリークやから。多分おそらく内部データで保存されてしまうから、時間の概念も多分そのままになるから、曜日限定のイベントとか起こそう思ったら早送り機能を使って良きところで止めるしかない。だからラプラスとかに会えへんかも。傷薬みっけ。今回はバンバン使っていこう。前回なんかアイテムが圧迫されすぎて持ち物もか持てへんかったかな。前回っていうか初代。バグ、これは選ばへんかった方の主人公っていうのはどっかで出てくるのか。よし、ちょっと強くなったおかげで2発で倒せるようになった。あとはタイプ1の水鉄砲とか覚えれば。ちょっと一休みしたいからレポート書いてんだよ。そうですか。うー、結構多いな、エンカウントが。アニメーションしてくれないけど、いちいちアニメーションするせいでちょっと時間かかるな。子供時代やったら全然それでもイエーイってなったやろけどな。 OK。 なあ、多いわ。
天下の報道早送りしたい。でもアニメーションしてくれるからな、今回あんまり早送りしたくないねんな。でもちょうどお昼にの3時とかになってしまったからあれやねんな。お、バグが怒りを覚えた。バグの怒り。はい、オッケー、木の実ゲッチュー。夜しか出ないポケモン捕まえたらここで待ってんだ。参ったな、夜しか出えへんポケモンもいるのか。そこに段差があるじゃない。食べるのは怖いけど草むら歩かずに。え、若葉まで行けるのよね。若葉タウンっつったな、生まれ故郷。お前さん、新米トレーナーだろ。図星じゃな。よいよい、誰だって初めて悪くければ、わしがいろいろ投じてやろうかの。よし、ばっちり案内してやるぞ。ここはポケモンセンター。傷ついたポケモンを預けると、あっという間に直してくれる。これから先、何回も世話になるだろう。覚えといた方がええ。ここはフレンドリーショップ。ポケモンを捕まえるボールとか、いろんなグッズが売ってるぞ。この先は30番道路。みんな自慢のポケモンを戦わせているぞ。ご覧の通り、海、水の中にしかいないポケモンもいるんじゃ。ご覧の通りってどういうことや。何、ここはわしの家じゃ。付き合ってくれてありがとうよ。こいつはお礼じゃ。おお、ないもん、カードもらった。ありがとう。ゲギアでマップが見られるようになったぞ。ポケモンギア便利カードを取り付けるとどんどん便利になるのじゃ。それで頑張るんじゃぞ。スマホにアプリ入れるみたいな感じ。ポケモンと一緒ならどこに行くのも楽しいよね。楽しいのよね。ポケモンと戦ってると経験積んで姿形が変わっちゃうんだよ。ポケモン姿変わっちゃうの？いきなり変わったらびっくりしちゃうわね。でん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 。じじ一人暮らしか。そりゃ寂しいわ。喋るよね。私も若い頃はバリバリのトレーナーじゃった。そんなわしからアドバイス。ポケモンはいっぱい捕まえろ。そして優しさを持ってポケモンに接してやるのじゃ。夏鬼神か。ポケモンじいさんの家、ここから結構先だよ。ポケモントレーナーとして実力を確かめているのか。だったら上都地方の各地にあるポケモンジムでバッジを集めることだな。僕、大きくなったら頑張ってジムリーダーになる。そのため友達のポケモンと戦わせて鍛えるんだ。草むら歩いてたら武士ポケモンに毒食らった。しかもそのまま歩いてたらポケモン倒れた。復帰者持ってた方がいいよ。モンスターボール売り切れだって。月に帰るのはいつになるかな。マジでモンスターボール売り切れなの。ポケモン捕まえれへんやん。ようこそお買い物ですね。お前モンスターボールだよ。モンスターボールないのか。2階の通信クラブはつい最近できたの。でもまだ調整中ですって。ポケモン何匹預けてもさらなら嬉しいな。あそこに置かれたパソコンはポケモントレーナーなく誰でも自由に使っていいのだよ。こんにちは、ポケモンセンターです。ここではポケモンの体力回復をします。あなたのポケモン休ませてあげますか。これはやまんでもいいか。お待ちどうさま。ちゃんとお礼してくれよ。しかもちゃんとっていうかアニメの上位さんを基準に作られてるからあれやな。うわぁ、敵で過ぎ。ポッポ。バグの引っかく。敵のレベルがちょっと上がったな。バグの怒り。バグの怒り弱い。バグの怒りのボルテージが上がっていく。純粋に攻撃力アップとかやったらいいのにな。あともうちょっとで10分ですわ。ここは30番道路、桔梗シティ、吉野シティ。
吉野といえば私の出身地の近くに吉野というところがあって桜の名所だったりすると。よし、じゃあここら辺で終わるかな。ほい、はい、ではここまでのご視聴どうもありがとうございました。それではまた次回。それでは。